ザブース、皆さん、こんにちは。ドイツガイドの萩原です。今日もですね、皆さんにちょっとまたクリスマスのね、様子をお伝えしようと思うんです。今、僕が来ているところは、ブルクネ、ホーエンツォーレルン城にね、なります。ここは、クリストス・カペレということで、パリにあるね、サン・シャペルを見本にしたと言われている、プロテスタントのね、教会にね、なります。で、今日ご案内するその、ホーエンツォーレルン城っていうのは、ベルリンのね、動画でもちょっとご案内したんですが、もともとベルリンは、そのプロイセンの公国、王国、そしてドイツ帝国を統一したということで、その治めていたのがホーエンツォーレルン家ということなんですよね。今ね、ちょっと外に出てきました。ちょっとね、夜なので、しかも霧がかってるので、ちょっとね、見にくくて申し訳ないんですが、そのホーエンツォーレルン家はもともとここシバーベンのね、地方の豪族で、ここにお城を建てた約1000年前なんですけど、そこからね、始まったということなんですね。そして今見えているお城は3代目ということで、19世紀にね、新たに作られたお城ということなんですよね。まあ通常はここ毎時30分でね、イルミネーションのね、ショーがあるんですが、ちょっとね、音楽を使っていて、権利の関係上、写真のみでね、皆さんにちょっとご案内するね、形になるんですが、今ちょっとちょうど、サンタクラウスが来ているんですね。で、ちょっとここから皆さんに、お城をね、特別に許可をいただいたので、お城をご紹介しようかなと思います。で、19世紀に建てられたお城、約標高850メートルぐらいにある、ね、お城になるんですね。そしてまずここがシュタムバームハレということで、壁一面にそのホーエンツォーレルン家のシュタム、なんていうんですか、家系図がね、描かれている。赤いのがこのシュバーベン、青いのがそのプロイセンの家系ということなんですよね。見てください。ここにいるのが最後の皇帝、カエザー・ヴィルヘルム2世に、ね、なります。ここも美しくね、クリスマスの飾りがあります。そして奥にアドベントクランツがね、あります。わあ、見てください。そしてここがグラーフね、ザールに、ね、なります。そしてここで、ちょっとその前に、ここにね、おもちゃの、そして鉄道が走ってるんですが、これもそのホーエンツォーレルン家の20世紀のその当主の人が使っていた、飾っているということなんですね。そしてここではヴィルヘルム2世が、1月にね、ここよく朝食をとっていた場所に、ね、なります。ここもフランスのパリのサン・シャペルをね、見本にしているというふうに言われています。そしてこのターフェルのサービスですよね。見てください。金メッキされたシルバーのね、食器がバーッとずらーっと並んでいて、これはそのヴィルヘルム2世が、彼はね、最後の皇帝ということで、第一次世界大戦でオランダにね、亡命して、そのオランダのお城で20台のね、電車とともにいろんなものを持ってって、なのでこれはオランダのお城にもともとあるものを拝借して、再び中が返さないといけないことなんですよね。見てください。そのこの約ね、1500もあるクリスマスのツリーということで、もう数名のスタッフが何日間もかけてね、飾ったということなんですよね。すごいですね。このまさに今、お城に来ているというね、感じがね、しますよね。そしてそのヴィルヘルム2世は、
マリーネ、海軍が大好きだってこういうふうにねモデルがあります。わ、何度もちょっとこう振り返りたくなるような。じゃあ次のお部屋にね行ってみましょう。次は図書館に、ね、なります。まあ、図書館といっても本はねここにはなくて上の部分にあって、そしてもう一個ジグマリンゲンっていうお城にねあります。そしてここに見えるのがそのプロイセンの領主フリードリヒ・ヴィルヘルム3世ということで、彼は女性のルイーゼという方とね結婚して、とてもすごい仲睦まじい、その当時としては珍しい、まあ、19世紀ぐらいなんですけど、2人で手をつないで護衛なしで散歩出かけたり、肖像画がねあるということで、今でもポツダムに行くとよくルイーゼのホテルとかプラッツとか通りの名前がねあります。そしてこれがこのお城を建てたフリードヴィルヘルム4世ということですね。このお城はだいたい1850年から67年にかけて作られたお城ということなんですよね。彼はとても科学が大好きで、戦争が嫌いで、ロマンチスト、そして王権、王様の権力というものは神から、ね、降りてくるものだっていうふうに信じていた。これだけ聞くと一体誰にね似てるかって分かりますか。そう、あのバイエルン王のルートヴィヒ2世ですよね。ちょうどこのお城が完成したあと2年後にノイシュバンシュタイン城の計画があったということで、なので皆さんドイツで見るこのホーエンツォルインとかノイシュバンシュタイン城っていうのは19世紀に、ね、建てられたお城、そしてこのお城を建てた人はケルンの、ね、大聖堂も再開したということなので、ケルン大聖堂もそのホーエンツォルイン家によってということなんですよね。そしてホーエンツォルイン家の末裔の方は今でも生きていて、真ん中にいる方がそのゲオルクさんっていう方で、約10年前にドイツの女性と結婚した写真ということなんですよね。ただ今ではね、ここはそのホーエンツォルン家の末裔の方は夏とかになって住む、滞在、短く滞在するだけで基本的にはポツダムにいます。まあ、ポツダムの、でもポツダムの算数市とかではないんですが、通常はポツダムに住んでいるということなんですよね。ここは寝室ですね。昔のヴィルヘルム2世の息子がそのプリンツ・フォン・プロイセンということなんですよね。ああ、またここにもクリスマスツリーがあるんですが、一個ですね興味深いものがあります。やっぱドイツプロイセンといったら軍とかね兵隊っていうことを思いつくと思うんですが、ここにピッケルハウベっていうね帽子があります。今まで昔はあんまりね頭部をね守るっていう意識がなかったんですが、プロイセンがこういうのをね導入したんですよね。で上にこうトゲみたいなのがあるんですけど、あれからこのクリスマスツリーのバウムシュピッツェっていうのがね、だからこのピッケルハーベを見てクリスマスツリーのバウムシュピッツェが考え出されたってことなんですね。これはちょうどベルサイユ宮殿で普仏戦争に勝ったドイツの、まあ、外交官とか士官たちが、これはビクトリアとザクセンコーダコーブルク、まあ、イギリスともね関係がある、ヴィルサイユ宮殿で、仕事をしていた時にカイザーを迎える時に何かいいアイデアないかなと思って、まあ、クリスマスのお祝いをしていたんですよね。その時に、ああ、じゃあピッケルハーブから着想を得てクリスマスツリーにそのバームシュピッツェ取り入れたっていうことなんですよね。わあ、ここにも、そして目の前に見えるのはカールじゃない、フリードリヒ第4の時の若い時、プロイセンが一つ発明したものプルシャンブルーっていうのがあります。これまで、それまで1706年ぐらいだったから、それまでは青色っていうものはあんまりね高価なもので作ることができなかった。ただプロイセンが科学のによって初めて人工的に作ることができたということで、このプルシャンブルーが軍服に取り入れられたということで世界にね、ヨーロッパに広まった。そして彼はジャガイモをね促進した。ドイツの寒い気候でもそのジャガイモが育つということで、市民にジャガイモを植えよう、そしてジャムガイモが、まあ、その今のねドイツの国民食になっているというのもこのフリードリヒ大王のおかげということなんですよね。わあ、そしてここはサロンデケーニングというかブラウエサロンにねなります。さっき言ったようにこのブルーの家具
椅子かな、このブラーウェサランと言われてるんですよね。まあ、フリードリヒ大王が青色が好きだったっていうこともありますし、やっぱりその軍服の色が青ということなので、ブラーウェサランというふうに言われています。そしてここに見えるのが、ビクトリアですね。ビッキーというふうに言われています。彼女のお母さんは、イギリスの王室のビクトリア女王に、ね、なります。ということで、そういう意味で、イギリスのビクトリアのウィンザー家とこのホエンソルン家も関係がねあるということに、ね、なります。まあいろいろねホエンソルン家様々な人がいるんですが、彼とそして結婚したのが彼女、名前をね忘れちゃいました。彼女はバイエルンの王妃様ということなんですよね。そして妹の、また関係してね、またゾフィーですよね、オーストリアのあのシシーとも関係している。さっき言ったルイーズですよね、そのポツダムで人気がある、もうなんか名前がね皆さん出てきて分かんなくなっちゃってると思うんですが、そしてこのビッキーの息子がねカレンねなります。彼は11歳でね亡くなってしまったということで、ビッキー、ビクトリアが自分で描いた息子のね肖像画になります。一つね面白いものがあります。ここにワニがねいるんですが、このワニをね自分のお小遣いで買ってですね、ここで飼っていたと。なのでここでなんか放し飼いにして使用人たちが驚いてしまったみたいなね、そういうお話がね残っています。ここはね控え室。いやー、ということでごめんなさいね、ちょっとね僕はちょっと時間があんまりなくて一発撮りということであんまり詳しく説明できなかったんですが、いかがでしたでしょうか。ホーエンソーレルン家のクリスマスビンターツアーバーということなんですよね。あ、これがそのビッキーの旦那さんフリードリヒ、彼は99日間しか皇帝にならなかったんですよね。彼はその後癌になってしまったので声が出せなくなったということで、こう筆を持ってね筆記をしていている姿に、ね、なっています。これがそのまたお父さん。これで大体ね皆さん一回りしてきた、感じに、ね、なります。まあ、他にもあと宝物館があったり、そのフリードリヒ大王がね着ていた、あ、こういうシャボン玉が、ありますけど、宝物館はねちょっと撮影ができないということなので、あ、なんか話し忘れたこともないですかね。まあ、通常はクリスマスマーケットもここで開催されているんですが、現在はこれはカルバリン法という大法ですね。私はクリスマスマーケットはここは、まあ、開催はねされていない。わ、すごい、もうなんか皆さん霧ですよね、わからない。もうということで、ちょっと今回はまたマーケットではなくて、そのホエンソレルン家のね物資をご紹介させていただきました。ということで、また皆さん次回のね動画でお会いしましょう。チュース。